発売なんですが、これはうまくいくのかなと思っています。うまくいけばいいんですけども、なかなか難しいのではないかなと思っています。で、3月期2年連続増、減益と出ているので、これ2011年の3月期ですね、多分ね。2011年3月期末決算発表、税引き後、利益は前年比 66.1% 減の776億という感じで書いてありますね。読売新聞朝刊なんですが、2011年の4月26日なんですけども、どうなるか。で、3D の DS、3DDS というやつが、どうもスマートフォンが売れてるせいで、スマートフォンに客が奪われているような感じがするんですが、Wii はどうなるのかなと思っています。